こちら、元町からもう少し西の方へ行った地点ですね。まあ、歩道、高架下の下のところ、まあ、もう老朽化した建物でいっぱいです。あの辺りもまあ解体入ってほしいということを以前、言っていて、まあ、こちらの方の建物もそうですね。この辺りがどこかな。まあ、県庁の近くではあるんですけども、まあ、一部ああいうふうに解体入ってもらって、まあ、空きスペースは出てはいます。で、あとあちらの方ですね。だいぶ解体工事進めてくれてますね。あと、まあ、こちらの建物。まあ、もともと一軒家とかだったんですよね、この辺りも。で、先ほどの建物は老朽化激しいので、まあ、解体対象で良いかと思われます。まあ、向こうの方は作りすぎた空き家の方ですね。建物の方。まあ、先々までだいぶ解体、進んでますね。まあ、向こうの方から解体してもらってた方でもあるんですけどね。まあ、ちょっと電源切ります。あとこちらの建物も解体対象でしょうね。もうかなり老朽化、来てますね。地震来た時急に倒れてこられてもね、こちらの人たち危ないんで、解体工事、まあ、裁判所の方で手続き進めて、始めてほしいですね。まあ、ただ期間としては冬場の間、12月から3月ぐらいまでの間で、まあ、行っていただきたいですね。あとの期間は河川水門改良式ダムの設置に建設業界の方たちは動いていただきたいですね。まあ、あっちの建物新しくまた作ってる方ですかね。明らかに作りすぎですね。少し進んだところですけども、まあ、こちらの方も亀裂だいぶ入ってますで、こういうふうに高架下に建物を建てるときってね、多分電車通るたびに振動かなり来てると思うんですよ。だから早く亀裂入っていく。だからもう下、駐車場ぐらいしか使い道ないと思いますよ、本当に。そろっとホームに入ってくる駅の、例えば元町駅とか三宮駅の真下ぐらいですね、商業施設作れるの。まあ、あちらの方も解体してくれてますね。もう一度ちょっと電源切ります。あちら、本願寺神戸別院というところなんですが、この向かいの建物亀裂大部分入ってますね。こちらも倒壊の恐れあるので、裁判所の方で手続き進めていただきたいですね。ところどころで解体、作業は進めてくれてますね。まあ、いろんなところで、まあ、いろんなものあるんですけど、もう大抵のところもボロボロですよ、高架下、この辺りのところ。ちょっと次の交差点のところで向こうに渡りましょうか。あちらの高い建物とかも、あちらもガラガラ住宅ですね。あちらも、まあ、50階建てほどのビルです。これがね、西元町駅ぐらいかな、JR、それぐらいの位置のところなんですよね。ちょっと電源切りますね。ちょっとね、JR 線沿いからちょっと北の方に入ってみますと、まあ、こういうふうにね、まあ、2階建てぐらいの高さの、落ち着いた、まあ、住宅地なんですよね。で、本当はこうあるべきなんですよね。まあ、そこもちょっとガラガラっぽいですね。まあ、どこ行ってもそうですよ。本当は高層ビルなんかいらないで、一戸建て目指せやよかったんですよ、この辺りとかも。まあ、ここは空き地ですね。ちょっともう一回電源切ります。
まあその JR 駅沿いのところですが、こちら建物をよく見ると亀裂結構入ってます。でもし人を住んでらっしゃらないんだったら、あの倒壊の恐れあるんで裁判所の方で手続き進めてほしいですね。西本町駅の近くに来ています。まあこちらの方もまあずいぶん前からまあ老朽化して、まあこちらの建物もですね、このビル自体もまあだいぶほったらかしになってるような状況ですね。で、あちらの大きなビル、もう本当に建設しすぎですね。たくさん作りすぎです。もう神戸のJR 沿線沿いのところ、どこ行ってもそうですよ。まあ、あっちの建物がちょっと前に撮影したところの大きな建物だと思われますね。一回ちょっと電源切ります。こちらの方がですね、西本町駅の、まあ、すぐ近くの建物なんですけども、もともとオリエンタル系列のホテルとして作られていたはずですね。で、一度以前送った、まあ、テレビ局経由での、政府のメッセージなんですが、この建物を作り直して看取り病院にしたらいいんじゃないかと、まあ、そういうふうなことを、提案してました。ずっとほったらかせにしててもしょうがないですからね。阪神・淡路大震災だとずっとほったらかしでした。まあ、先ほどJR 沿線沿いから映していたその大きな建物ですけども、それがこういった建物とかですね。で、こちらもそうです。で、その奥とかもそうです。で、あちらもそうです。これが神戸駅の周りですね。もう明らかに多分作りすぎですよ。多分じゃなくてもう確実にそう。で、この建物もそう。こちらもそうですけどね。年月が経過したら風化して資産価値を落ちるだけ。資源大事に使わないと。計画的に作られてるとはちょっと思えないですね。ちょっと今信号先に渡りますけども、まあ渡った裏手がこういうこと。もうあっちこっち、もう向こうもそう。もともとこんな建物なかった、阪神・淡路大震災前に。で、一度阪神・淡路大震災が発生して、人口が140万人台から130万人台後半ぐらいまで、神戸市の人口は、下がって、まあいろんな各地方に一旦引っ越されたんですね。で、また戻ってこられました。で、今140万人台を元通りの数字に、戻ってるか、やや、増えています。ですけど、ちょっと建物の量多すぎですよ。本当に作りすぎ、明らかに変な建設ラッシュが止まってない状態ですね。